腰振り見ようもうあかんからもう貸して。これからまずスペースロボットコンテストの決勝を行うわけですが、このコンテストはもうずっと12年後に月面基地ができるということを想定した、そのための人材育成のためのジュニアのコンテストです。小学校の低学年から高校生までいるわけですが、全てが同じレギュレーション、同じパッケージのものしか使えません。このダンスをしながらやるのをなんとか抑えられれば、はい、ロボットによる荷降ろし成功です。同じ性能のものをどのようにしてその性能を引き出せるか、ここがポイントになりますので、そのためのプログラミング、あるいはプログラムに至るまでの構造、例えばセンサーをどこに取り付けるか、どのように取り付けるか、取ったデータをどのように処理するか、そういうところまできちんとやらないとなかなかその差が出てこないわけです。スタートしました。チーム1人コースアウトしてしまいました。いけるいける。チームたこ焼きがこれを受けるとロボットによるコースアウトの場合は30秒間のペナルティータイムが発生します。7分間という時間の中で途中で自分たちでプログラムを変えて、それをまたそれを伝えて、それをまた再度また調整すると、こういう迅速な判断、これをですね行うと、というそういう意味でですね、非常にレベルが高いと思っております。コースアウトです。チーム YY コースアウトです。山登りからの合流です。チーム HAT 16点獲得です。あ、分かりました。トロフィーが授与されます。本当に今まで苦労してきて、その成果がやっと発揮できて本当に嬉しいです。将来はもっとロボットの技術力を生かしてエンジニアになれたらなと思ってます。お手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 。プログラムをダウンロードした人は実際にこの時間が変えれるようになった。ああ。